松井文庫所蔵、百鬼夜行絵巻より、べくは太郎べか太郎は、日本の妖怪絵巻にある妖怪。松井文庫に所蔵されている、江戸時代に描かれた絵巻物、百鬼夜行絵巻に、両手で両目の下まぶたを下げ、口から舌を出す仕草をした姿で描かれているが、どのような妖怪なのか詳細は不明である。同じく、江戸時代に描かれた絵巻物、 百物語界絵巻では同様の格好をした、妖怪が赤んべいという名前で描かれているが、こちらも詳細は不明である。雑誌、太陽75年8月号のカラーページでは、絵巻物の写真が、べリ・タ太郎という名前で紹介されているが、何をしどこに出た妖怪かもわからないと記されている。なお、赤んべいのことを、ベッカ子や、ベッカン子とも言う。水木しげるの著書には、 とても大ぐらいで、人間をも食べてしまう妖怪、ペロリ太郎に、ベッカ太郎をモチーフとした図像が使用されている。このペロリ太郎は、あまりにも食いしん坊であるために両親に捨てられ、空腹のあまり人間を食べるようになった太郎という、男が妖怪化したものだとされる。2014年の水木の著作では、同じ絵の解説文は、ベッカ太郎に差し替えられており、 ペロリ太郎についての上記のような解説は見られず、解説の羊などについても明らかになっていない。ありがとうございます。